山川一旦下がって後方から上がってきたのは6番の永田。永田が前に上がって2番の山田を抑え込むか、9番の山賀も中段あたりまで上がってきている。さらに踏み込んでいく9番の山賀。残り600の鐘、9番の山賀が前に出ました。一旦緩めて後ろの様子を伺う。3番の藤田2番手、後方からは2番の山田上がってきて、山田はどうするか。中段4番手を6番永田と並走していく。残りが1周です。9番の山賀の先行になりました。2番手は3番の藤田、3番手4番の柴田、4番手は2番の山田が取り切っています。山田がバックストレッチまくっていけるか。さあ9番の山賀の先行だ。2番手は3番の藤田、3番手4番の柴田、4番手2番の山田上がっていけるか。後ろに5番の佐久間、4コーナーから直線。9番の山賀が先頭、外から2番の山田、2番の山田突き抜けた。